タミラ・パシェクは、オーストリアドルンビルーン出身の女子プロテニス選手。2011年のウィンブルドン女子シングルスでベスト8に入った選手である。自己最高ランキングは、シングルス26位、ダブルス93位。これまでに WTA ツアーでシングルス3勝を挙げる。身長165センチメートル、体重60キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。 パスゼックの表記売れも多い。パシェクは5歳でテニスを始める。パシェクの父はタンザニア出身で、母はチリ出身である。2005年ウィンブルドンジュニア女子シングルスで決勝に進出し、アグニエシュからドワンスカに3から6、4から6で敗れ準優勝している。10月26日に14歳でプロに転校。2006年全米オープンジュニア女子シングルスの決勝で、 アナスタシア・パブリチェンコは2、6から3、4から6、5から7で敗れている。2006年9月のスロベニアオープンで、パシェクは予選から勝ち上がり、決勝に進出。決勝では、マリア・エレナ・カメリンを7から5、6から1で破り15歳でツアー初優勝を果たした。2007年全豪オープンで予選を勝ち上がり4、大大大会に初出場。2回戦で、 第22シードのベラ・ズボナレはに1から6、3から6で敗れた。全仏オープンも2回戦で、第1シードのジュスティーヌ・エナンに敗れたが、ウィンブルドンでは3回戦で、第12シードのエレーナ・デメンチェワを3から6、6から2、6から3で破り4回戦まで進出した。全米オープンでも3回戦で、第11シードのパティシュナイダーを4から6、6から4、 7から6で破り4回戦に進出している。2008年は4大大会では好成績を残せなかったが、ロジャーズカップの3回戦で当時世界ランキング1位のアナイバノビッチに6から2、1から6、6から2で勝利した。コモンウェルスバンクテニスクラシックではツアー2度目の決勝に進出したが、パティシュナイダーに3から6、0から6で破れている。 2010年9月のケベックシティ大会で、パシェクは予選から勝ち上がりツアー3度目の決勝に進出した。決勝では、ベサニー・マテック・サンズを7から6、2から6、7から5で破りツアー2勝目を挙げた。2011年ウィンブルドン選手権で、パシェクは1回戦で、森田歩に5から7、6から3、6から0で逆転勝ちをして、勢いに乗り、3回戦で、 フランチェスカ・スキア・ボーネに3から6、6から4、11から9ですり勝った。4回戦では、クセーニャ・ペルバコを6から2、2から6、6から4で破る4大体開発のベスト8、進出を果たした。準々決勝では、第4シードのビクトリア・アザレンカに3から6、1から6で完敗した。2012年6月の英語音国際では、決勝でアンゲリック・ケルバーを57。 63、75で破りツアー3勝目を挙げた。ウィンブルドンでは1回戦で第7シードのキャロライン、ウォズニアッキ2 5 7、76、64で勝利して勝ち上がり2年連続のベスト8に進出した。準々決勝では、ビクトリア・アザレンカに3から6、6から7で破れている。ロンドン五輪にも初出場し1回戦であり、ゼ、コルネに67、46で破れた。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。